アンブリム島はニューヘブリディーズ諸島の一島。バヌアツに属する火山島である。活動性の高い火山であり、溶岩湖を持つことで知られている。アンブリム島とマレークラ島やいくつかの島からマランパ州が形成されている。アンブリムの名前は1774年にこの島に停泊したジェームズ・クックによって命名された。ヤムイモの地といった意味を持つハムリムという言葉から来ている。 ニューヘブリディーズ諸島の中央部にあり、三角形のような形をしており、広さはおおよそ5 0トル。面積は667.7平方キロメートルで、バヌアツで5番目に大きい島である。島の中央部の山頂付近はカルデラで、おおよそ100平方キロメートルもの面積がある。人の住む集落を除けば、島の大半が厚いジャングルに覆われている。まだ無加工の溶岩湖。 2009年9月24日、撮影アンブリムは、大型の玄武岩質火山で、カルデラは1 2トルの開口部を持つ。火山諸島であるニューヘブリディーズ諸島の中で最も活発である。このカルデラは、西暦50年頃に起こったと考えられる、大規模なプリニー式噴火の結果できたものである。この火山の噴火規模は、スミソニアン学術協会による、 火山爆発指数で6にあたり、ここ1万年でも最大級の噴火であったと考えられる。この時に形成されたとされるカルデラは1 2キロメートル8キロメートルの大きさであり、このカルデラには現在ベンボーとマラムという2カ所の活動的な火山水が存在する。標高の高い位置では噴石球が優勢であり、島の生誕は最大で直径1キロメートルもある連続した。 玄武岩失業海岸の管が見られる。これはマグマが地下水面と海岸沿いの水放和体積物に接触した時に起きた水蒸気噴火によってできたとされる。アンブリム火山は一世紀に数回は大規模な噴火が起こっている。ベンボ山は1913年に噴火しており、エファテ島のポートビラ近郊のメレーの住民の避難が起こっている。最大の居住地域は エアスで2009年バヌアツ国勢調査では人口はおおよそ8000人とされる。住民は主にヤシのプランテーションで生計を立てている。アンブリム島の木彫り。1925年頃、バヌアツの多くの島と同じく固有のオーストロネシア語を持っている。北部では北アンブリム語、南東部では南東アンブリム語、南部ではダカカ語、西部ではロンボルール語、 南西部ではポートバト語が使われる。これらの言語の話者はいずれも数百人から数百例人程度である。アンブリムの原住民が使っている親族システムは非交換的グループで形成することができる。南方のエピシマとの間にパーマシマとロッペピ等のに島が存在する。活発な火山、熱帯植物、現地の村の習慣など個性的な特徴から 観光地になっている。ホテルがないため、伝統的な形式のバンガローに宿泊することになる。ありがとうございます。